はい、世界バイナリーオプションスペシャリストのハンマー岩尾先生です。投資に対して、難しいことですね。人間の場合はね、学校も義務教育もテレパシーでカンニングして、全部じゃないですけどね、カンニングしてじゃないと卒業できてる人は誰もいないんですね。私以外ね、上の生物、人間の上のね、知能生物の私以外は全てね、博士号を取っていようが、ノーベル賞を取っていようがね、彼らはね、義務教育も卒業できてないんですよ。全部じゃないけど、テレパシーでカンニングしてね、仲間からね教わって学校を卒業してるんですね。全てね、全部じゃないけどね、内容はね、それがなければ人間の場合は誰も義務教育も卒業できないという、ね、義務教育だと中学校ですね。で、外国の人もノーベル賞も全員そうなんですね。だから非常に頭悪いんですよ、人間ってね。で、頭よく話せるのはそのテレパシーで仲間とは頭使ってるんですよね。私の前も単独、上野の6社なんで単独で全部ほとんどね、一般的な時、こと学校の人間の勉強レベルぐらいは全部一人でね、テレパシーで加入しないで卒業してるんですよね、大学もね。それで今回話したかったのは、投資で難しいことっていうのはね、人間たちが投資で考えたりするときにね、同じように団体で仲間から情報を教わって投資したらどうなるか分かります？無数でしょ、何億人もいることはありますから。それで情報を調べて協力したって、稼ぐ部分っていうのはほんの少しだから、いくらね、外貨だろうと株だろうとね、その一点になるわけですね。を1億分の1になっちゃうわけですよ。1億人ね、仲間から聞いたら1億人と分配になるわけです。そこの部分の戦略ってね。ね、そしたらどうなりますか？逆に儲かんないでしょ。だったら誰か一人代表で稼ぐしかないわけです。そうすると周りの人はじゃあただ働きだということになるわけですね。ほとんど1億人引く1人ね、1人だけが稼ぐわけですから、ね、これじゃ稼いだことなんないんですね。難しいことっていうのはそれですね。協力して投資っていうのは稼げないんですよ。協力するほど仲間と、わかります？分配はどんどん減っちゃうんで、ね、シードとか周りがただ働きしてやってくれるって考えてくれるならいいんだけど、投資っていうのは協力しないほど稼ぎが多くなるんですね。単独で考えるということが非常に大事なんですね。ね、だからこれがね、ちょっと人間たちが苦手なことなんですね。仕事でね、協力しないで、テレパシーでカンニングもしない、また相談できない、ね、会議でも相談できない。相談するほど人が多くなるほど、ね、分配が分割になっちゃうんですよ、ね、多く情報は人々と、ね、情報を言ったら分析というか考えも正確になりますでしょ。ね、だからって言って大勢と協力して投資しちゃいけないんですね。分配がなくなっちゃうんですよ、全然。逆に損しちゃうんですね。株式もそうだし、外貨投資ですね、ドルと円とかね、全部そうなってます。よくだからその団体でね、こう情報、私個人の情報でも稼がせてくれってどんどん入るんだけど、
大勢で来るわけですね、情報聞こうと、ね、盗みに来るわけですよ。で、そんな大勢に、例えばバレたとしても、全部稼げないですね、人数多いんでね。で、言うなれば、盗むんじゃなくて、ぶっ壊しに来るわけですね、情報でね。だから、ここも保安力一人で取るから、ただ上の能力者なんで、生物って宇宙で全体で生きてますから、人間全員がと勝ち合っても上の生物ですから対抗できるんですよ。生物ってのは宇宙全体で生きてますからね。人間よりか上の生物いるわけですよ、また僕の団体でね。で、私と同じレベルのがいるわけですよ。でね、そういうことなんで、人間が全員勝ったってね、身近に大勢ね、その会社みたいにたくさん人数いるところに東京にいたりしたらちょっとやばいですけども、まあ一般的にね、マイホームとかね、人間とあんまり関わらないようなね、環境をなるべく準備してね、まあマンションでもね、人と接しないとかね、完全に鍵かけてね、で仕事するとね、で人とあんまり会わないようにしてって、そういうことすれば平気ですけどね、とにかくそういうことですね、協力しちゃいけないということですね、投資は。で、会社でやっちゃいけないってことですね。会社で投資っていうのはね、重役だけですね。管理者とかそういうのだけですね。一部だけという、協力してやるもんじゃないんですね。単独で経営者がやるとかね。それは大事ですね。